はいどうも、大悟です。というわけでですね、今回は男性の皆さん必見、エロ動画を見るときにこれだけはやっていけないを解説していきたいと思います。エロ動画見ますか皆さん。はい。ま、いや、僕はあんま見ないんですっていう人いるんですけど、残念ながらですね、統計によるとですね、男性の 87% はですね、定期的にエロ動画を見ているということが分かってますんで、まあね、9割の人たち、もう約9割の人たち、まあ、10人中9人は定期的に見ちゃってるんですよ。はい。だから隠さなくていいですよってことをですね、僕いつも言うんですけれども、例えばですね、今回、でもそう言いながらもね、ちょっとまあ流行りましたよね。ネットポルノ中毒みたいな感じの、本とかが流行って、いや、エロ動画を見るのってメンタルに良くないよね、みたいな意見が出てたんですけど、これ本当かいなということを調べてくれたのが、ケースウエスタン、リザーブ大学が行った、研究ですね。はい。実験参加者を集めて、エロ動画をどれぐらい見るかっていうのと、メンタルヘルスの状態っていうのをチェックしたっていう、そういう研究ですね。はい。でですね、この研究によるとですね、どうやら、エロ動画をですね、よく見る人ほど、うつ病になりやすかったりとか、あとは感触を起こしやすい、もう怒りの発作、うおーみたいな、もう怒っても手がつけられなくなっちゃうみたいな、こういう発作に襲われやすいとか、あとは極端な不安に陥りやすいみたいな、そういった傾向が確かに確認されたんですよ。そうすると、あ、やっぱネットポルノ中毒ってあるんやなというふうに思う方いらっしゃると思うんですが、実はですね、これちゃんと調べてみたら違ったんです。ある見方をしてしまうとエロ動画を鬱になったりとか、もう怒りが抑えられなくなったりとか、極端な不安に陥りやすくなったりするんですよ。だからエロ動画が悪いんじゃなくて、エロ動画の楽しみ方に問題があるんだぞという話なんですね。はい。なんで今日は、正しい、科学的に正しいですね、エロ動画の楽しみ方をですね、この研究から紹介したいと思うんですけれども、実はね、エロ動画を見ることによって、ああ、自分は自分をコントロールする能力がないな、欲望をコントロールする能力がないんだ、あ、だから自分はダメなんだっていう風に、見た後時間を無駄にしてしまったとか、うわー、自分はまたやるべきことがあるのにやる動画見ちゃったって自分を責める、こういうことをしてしまうとメンタルが落ちるんですよ。つまりエロ動画がダメなんじゃなくて、エロ動画を見た後に自己否定するのが良くなかったんですね。だから堂々と、まあ、時間とかは決めたとかいいんですけど、堂々と楽しむと、いや、もう俺はもうこの時間はエロ動画に集中するんだっていう風に楽しむということをしてあげると、どうやらメンタルに悪いどころか、むしろ良くなる可能性もあるわけなんですね。だから感触とかと同じで、自分はダメなやつだっていう風に思う引き金にエロ動画がなってしまう人ってのはメンタルが悪くなるんだけれども、そうじゃなくて、むしろエロ動画を逆にご褒美に使うとか、そう、あとは予定に入れちゃう、もうこの日のこの時間30分はエロ動画を見まくるみたいな、そういう風にあらかじめ予定に入れておいて、自分をコントロールちゃんとできている中でエロ動画が楽しむってことをやってあげるとですね、どうなるかというと、むしろメンタルいいんじゃないっていうこともですね、言われてるわけなんですね。だからぜひ皆さんですね、今日からエロ動画を見るときは予定を入れる、あるいはご褒美として使う、うん、あるいはこうね、時間をね、ちゃんと決めて集中してみるということをですね、やっていただくと、全然エロ動画を見てもですね、問題ないんじゃないかなという、そんな研究でした。ちなみに別な研究だとですね、週に2時間以上エロ動画を見る男性っていうのは、そうじゃない男性に比べて自分の彼女とか奥さんとかパートナーを大事にするというですね、データとかも出たりとかしているので、まあ、エロ動画はね、全然見てもいいと思います。ただぜひ皆さんですね、今日から、ね、毎週何曜日はエロ動画の時間みたいな風にですね、ぜひ時間を作っていただいてやると、まあ、コントロール感も増していいんじゃないかなということでした。ぜひ試してみてください。まあ、今日はちょっとね、こういうね、うわ、すいません。しょうもないですね、研究というか、エロに関する研究をご紹介したんですけれども、一応ね、僕がやってる D ラボの方では、エロの研究以外にも、自分をコントロールするにはどうすればいいのとか、いい習慣を作るにはどうすればいいの、さっき言ったみたいに自分を否定する癖をですね、なくすにはどうすればいいのと、そういったですね、動画も結構紹介してます。ぜひガールの方から D ラボチェックしてみてください。D ラボはですね、知識のネットフリックスを目指して立ち上げたサービスで、まあ、ほんとネットフリックスみたいにいろんな人生を変えるためのですね、動画が見放題になってます。ぜひガールの方から D ラボチェックしてみてください。それでは続き、Dラボの方でお会いしましょう。バイバーイ。